今日はセブンティーンの弟分の新人グループ、プアスのメンバーについて占いをします。セブチの13人との共通点や性格が似ている点を発表するよ。あなたの推しは誰に似ているかな？いつものように西洋占星術で鑑定します。西洋占星術とは4000年の歴史がある学問で、天文学統計学といえるものなのです。本人の生年月日と生まれた場所からホロスコープを出し、資質や性格を読み解きます。セブンティーンの他の占い動画も見てね。それでは鑑定スタート。5分。この方は生年月日が2005年1月30日ということで、太陽星座が水瓶座です。セブンティーンには3人水瓶座がいます。バーノン、ドギョム、ディノです。この3人と同じように、この方も自分の個性を確立していて独創性があり、芸能人としてとても素晴らしい輝きを放つんじゃないでしょうか。そして私が特に注目をしたのはこの点です。ドギョムと全く同じ資質を持っているところがあり、それは水星と金星が0度に重なった時に生まれたという点になります。これが意味するところは、非常にコミュニケーション能力に優れていて、頭の回転が速い、会話を盛り上げるのが得意、人と接するのが先天的に上手ということですね。この方もドギョムもこの資質を持っていて、その場を盛り上げるのが得意だと思いますし、自分の美的センスを世の中に向けて発信する能力にも恵まれています。ですから芸能人に向いているんですけれども、さらにこの方が芸能人向きだなと思う点がもう一つあります。それは非常に理想が高いという点です。理想が高いのがなぜ芸能人に向いているんですかと思う方もいると思うんですけれども、理想が高いということは、自分がレベルが高く美しいパフォーマンスをしたい、素晴らしいダンスをしたい、人を感動させるような歌を歌いたいと。この方は何かをするにしても、芸能活動をするにしても、頭の中に非常にレベルが高い一流の理想をいつも描いています。そしてその理想をただ考えているだけではなくて、実現させよう、理想を形にしようという才能にも恵まれ、クリエイティブな感性に非常に恵まれています。とにかく自分の理想の実現に向かって走り続ける人生を送ると言えるんじゃないでしょうか。この才能を持っている人がセブンティーンにも一人います。それはスンガンです。スンガンも理想を形にして生きていこう、自分の優れた美的センスを形にしようと、そして実際形にできるクリエイティブな才能を持っています。ですから理想は高いんですけれども、ただ理想が高いだけの頭でっかちの人ではない、実際にそれらを形にできる人と言えます。まあたまにこの理想の高さが女性に対しても向けられることがあるので、恋愛する際に女性を見る目は厳しいところがあるでしょうけれども、これは何を見て判断しているのかというと、太陽と海王星が0度というところです。太陽はその人の人生の目的や公の姿を表し、海王星は目に見えない力、妄想、幻想、スピリチュアル、直感、無意識というような意味があります。ですから人生の目的が、またはその人の仕事や人生が無意識とつながっている、直感とつながっている、そしてその直感を形にするチャンスにも恵まれると言えますね。この方もスンガンも非常に直感が優れていて、目に見えないもの、夢や希望、それらを常に思い描き、夢に生きている人って言えるんじゃないでしょうか。2人とも素晴らしい感性を持っています。ハンジン。この方は目鼻立ちがくっきりしていて、洗練された美しさを持っていますが、性格はおっとりしている方だと思います。何事も自分の方からガツガツと進んでいくよりも受け身なタイプなんじゃないでしょうか。そして照れ屋さんな面もあると思います。しかしのんびりとした雰囲気でおっとり系なんですが、内面は意志が強くて根性がある方なんじゃないでしょうか。その強さがあまり表に出ないタイプと言えます。この方とセブンティーンのミンギュの共通点を見つけました。それは仕事に対する責任感が非常に強く、自分の役割を完璧に果たそうとするところです。また地道な努力家で、自分の目標のために着実に進んでいくところがあると思います。それは
どこを見て判断しているのかというと、太陽と土星の重なったところですね。太陽はその人の公の姿や生きる目的などを表し、土星は試練、課題、責任、ルール、努力などを表します。ですから、太陽と土星が重なったところに何かしらのマークがある方は、社会的に責任感があって、自分の責任を頑張って果たそうとする努力家で頑張り屋さんと言えるでしょう。土星というのはそう簡単に幸福を与えてくれない。むしろ試練を与える星で、その人にもっと頑張れ、地道に頑張れと常に働きかけてくるようなところがあると思います。またここにマークがある方は真面目さ、ストイックさなどがありますね。ですから民儀もこの方も自分に厳しく努力家なのは間違いないと思います。ただこの方の方がちょっと頑固っていう点があるんじゃないでしょうか。責任感が強く頑張り屋さんなのはいいんですけれども、他人の意見を聞かない、意志が強いのはいいんですけれども、それが頑固さにつながりやすい、反抗心にもつながりやすいと言えると思います。民儀の方が他人の意見やアドバイスを聞き入れる余裕があるんじゃないでしょうか。ただこの方は頑固さはあるものの、その頑固さを貫き通して試練があればあるほど何くそと思って頑張れるタイプなので、この方にとって試練は決してネガティブな出来事で終わるわけではなく、むしろ試練を乗り越えることでますますパワーアップする人生を送る可能性が高いです。同様に太陽と土星の欄にマークがあるのは宇治です。宇治も社会人として責任感がありますね。また非常に仕事熱心で努力家です。宇治の場合は120度という調和が取れた角度なので、反抗心や頑固さはほぼないです。ですから上司や立場が上の人たちから気に入られやすいと言えるでしょう。ここで主の占いサイトのお知らせです。自分、この方は天才的な頭脳の持ち主です。天才というのは普通の人が考えつかないことを考える、誰もが思いつかないようなアイデアを出すと言えるんですけれども、それだけではなくて基本的に頭が良くて物覚えも良く、ひらめきに優れていると言えるでしょう。これは何を見て鑑定しているのかというと、水星と天王星が0度に重なった時に生まれているため、それで天才的な頭脳と読み解いています。水星はその方の人間関係の傾向や頭の能力、言語能力、学習能力、また知性、コミュニケーション能力などを表します。それが天王星という自由、革新、未来、独創性、常識をひっくり返すという意味を持つ惑星とぴったり重なった時に生まれたこの方は、頭脳が天才的、頭の中が革新的、常識をひっくり返したような考え方ができると言えるでしょう。また天王星は未来という意味もあるので、この方の思考は過去ではなく常に未来を向いているんじゃないでしょうか。さらに天王星は変人、個性という意味もあるので、この方は周りの人から個性的だなと、時に変人のような考え方だしついていけないと思われることもあるんじゃないでしょうか。これは良くも悪くもです。いずれにしても水星と天王星が0度という資質を持っている方は天才って言ってもいいと思いますね。この才能を持つ人がセブンティーンの中にも一人います。それはジョシュアです。ジョシュアにもこの資質が思いっきりあり、天才的な頭脳の持ち主と言っていいんじゃないでしょうか。それが時に周りの人がついていけない考え方や行動を引き起こし混乱させることがあるかもしれませんね。しかし芸能人としてアーティストとして独特の感性を持ち、普通の人が考えつかないような感覚を持っているのは芸術の世界では非常に有利なんじゃないでしょうか。親友、この方はとっても優しくて繊細な性格だと思います。女性からは可愛いなぁと思われるタイプなんじゃないでしょうか。少しスキズのヒョンジンに似ているような気もします。セブンティーンの中で似たようなタイプですとウォヌが挙げられます。というのもこの方もウォヌも太陽星座がカニ座ということで、カニ座の方はとっても優しいですし、
感受性が強く繊細な気持ちを持っていて、お世話好きなところがあります。また自分が仲間とみなした人に対してはとても親しくしてくれ、共感能力もあり温かい性格ですね。この方もウォヌもそのような優しい心を持っています。ただ同じ太陽星座が蟹座とはいえ、意外と性格は違うのかなと思います。というのも、個人天体の太陽、月、水星、金星、火星の中でウォヌと同じなのは太陽星座だけで、それ以外は全然違うので、同じ蟹座だからといってももちろんいっぱい似ている部分があるとは限りません。そのようなことがあるので、太陽星座が同じ人でも全く性格が違う、正反対な性格で、本当にこの人は自分と同じ太陽星座なんだろうかと思ってしまうことが皆さんにもあると思いますが、西洋占星術ではもちろん太陽星座は大切なのですが、それ以外の個人天体もとっても重要です。それらを見ないとその方を正確に判断することはできません。またこの方の大きな特徴として、先ほど言ったように優しくて繊細な性格なんですが、自分がこうと決めたら絶対に譲らない、世間や周りの人たちにどう思われようと何と言われようと自分を絶対に譲らないという芯の強さがありますね。最初この方のホロスコープを見させていただいた時に、こんなに繊細な性格で芸能界でやっていけるんだろうかって思ったんですけれども、よく見ましたら火星と天王星が0度の時に生まれており、これが意味するところは独立心が旺盛で、自分の意思を必ず貫く、意志が強く、時に大胆な行動をすることを全くためらわない、非常に勇気があって不屈の精神があると言えますね。セブンティーンの中で同じ資質を持っている方が一人います。それはジョシュアです。ジョシュアも意志が強く、いざという時に絶対に自分を譲らないという芯の強さがありますね。そして自分がこうと思ったら、何が何でもそれを貫く、周りに何と言われようと、批判されようと、自分の思いを形にするっていうところがあります。2023年にはそんなことがありましたね。ただこの方の方がジョシュアよりもさらにこの資質が強いと言えるでしょう。この方と同じ強い反抗心、命を懸けても自分の意思を貫くというところは、すでにお亡くなりになりましたが阿波谷のり子さん、この方が持っていますね。現在の朝の連続ドラマでこの方をモデルにしたキャラクターが出ているそうですが、阿波谷のり子さんは戦争中の日本が大変な時代に、何があっても自分を貫き、憲兵に叱られても絶対にもんぺを履かない、おしゃれをしていけないという風潮にも逆らって、マニキュアやつけまつげもずっとしていたということで、相当に芯が強い方なんですけれども、その阿波谷のり子さんと同じ資質を持っているのがこの方なので、優しくて温かい心の持ち主ですが、それとは全く正反対の強さも持っていると言えるでしょう。読んで。この方は非常に頭の回転が速く、自分の主張をするのが上手ですし、人前で話すのもとても得意だと思います。また何事にも臨機応変に対応することができ、器用な性格です。というのもこの方は太陽星座、水星星座、金星星座が双子座で、双子座の頭の良さや変化に対応する能力、人との意思疎通を図るのが得意な点、多彩なところなど、それらを兼ね備えています。セブンティーンの中では双子座が2人います。星と純です。星と純も頭の回転が非常に速く、臨機応変な対応ができ、何事にも器用に対応できますね。多彩なところがあると思います。特にこの方は星と共通点があり、星のような頭の良さ、要領の良さ、会話の能力、情報収集力を持っているでしょう。星は K-POP アイドルを代表する双子座、そして頭の良さ、頭の回転の速さだなぁと私は勝手に思っているんですけれども、この方もなかなかの能力を持っていると思います。ただ星よりもちょっと曖昧さがあるかもしれません。星の方が表現がストレートではっきりしている、しかしこの方はもっと受け身で曖昧なところがある、推しに弱い、そのような点があるんじゃないでしょうか。
また雰囲気に流されやすいところがあるので、恋愛においては女性の推しに弱いとも言えるでしょう。しかし、このような優しさを持っているこの方は、自然体にしていても人から好かれ、他のメンバーと上手に接していけるんじゃないでしょうか。そして盛り上げ役として活躍すると思いますね。ジョンミン。この方は独特の透明感があって、そこがいいなぁと思いました。男性なんですけれども、中性的な美しさを持っているような気がします。そう思っていたら、この方は太陽星座が水瓶座で、水瓶座は十二星座の中で一番ジェンダーレスと言われていて、必要以上に性別にこだわらない、何か一つに縛られることを嫌う、自由にのびのび生きたいという気持ちがある。それが特徴なので、この方にも水瓶座らしく、男性だからこうしないといけない、男性だからこういう服を着ないといけない、何歳だからこのように振る舞った方がいいなど、そのような常識やルールから解き放たれて、自由に生きている感性、それがあるからこの方の透明感となって外見や雰囲気に現れているのかなと思いました。セブンティーンの中には3人も水瓶座がいます。バーノン、ドギョム、リノです。この3人にも、今言ったような透明感のある美しさやジェンダーレス、自由な感性、個性などがあるんじゃないでしょうか。水瓶座の方を一括りにするのは無理があると思いますし、水瓶座はこういう人ですと言い切れないんですけれども、その言い切れないところも水瓶座の方の良い点なんじゃないでしょうか。またもう一つセブンティーンのメンバーとの共通点を見つけました。それはジョンハンとの共通点です。ジョンハンもこの方も人間関係においては広く浅い交友関係を好み、つかず離れずの距離感で上手に人と付き合っていくところがあると思うのですが、恋愛となるとちょっと違うようです。二人とも衝動的に行動するところがあると思います。具体的には好きな人に対しての気持ちが安定しない、今日は寂しい、会いたいと言っていたのに次の日はケロッとして、やっぱり会わなくてもいいや、などと言い出す。熱しやすく冷めやすい時がある。よく言えば、常識にとらわれない恋愛ができる方と言えますね。この方にもジョンハンにもそのような面があります。何を見て鑑定しているのかというと、金星です。金星はその人の恋愛傾向を表します。それが天王星という自由、変人、革新的、個性と、それらを意味する惑星と角度を持っている時に生まれたジョンハンとこの方は、恋愛において天王星が効きすぎていると言えます。この方の場合、金星と天王星が0度なので、天王星そのままの資質が出るんですけれども、ジョンハンの場合は金星と天王星が90度なので、この天王星がネガティブな方向にも効いていると言えますね。ネガティブな方向とは、あまり良くない方向に出ていると言えます。それで恋愛において熱しやすく冷めやすい、態度が変わりやすい、態度があまり安定しないというふうに言いました。このような恋愛傾向は持って生まれたもので、その人に直してほしいと言っても無理なので、上手に付き合っていくしかないんですけれども、誰でも短所と長所があり、事前に自分にはこのような資質があると分かっているだけでも、ネガティブな状況を引き寄せないで済みます。何も分からずに、ただ行き当たりばったりで行動していると、生まれ持ってのあまり良くない資質が思いっきり出てしまいますが、事前に自分はこういうところがあるからこの点は気をつけようと思っているだけで、半分ぐらいは悩みが解決すると思います。そしてたとえ金星の欄にあまり良くない角度があったとしても、それだけで自分は形作られているわけではなく、金星以外にも太陽、月、水星、火星と個人天体がありますから、それらで金星のネガティブな面をカバーすることは十分にできます。いずれにしても西洋占星術で自分の資質を知ることで生きやすくなるということはあるんじゃないでしょうか。終わりです。その他のセブンティーンの占い動画は説明欄から